チェックしときます。マイクも OK。 マイクもちょっと釈迦さん喋ってみて。ああまあね、はい、OK です。行きましょう。呼びます。はい、よろしくお願いします。お願いします。一応釈迦には経緯は、はいね、伝えてて、ああ、まあまあ、まあ、ざっくりとね。一応まあざっくり、まあ、まとめると、まあ、早速で大丈夫。大丈夫です。まとめる。これ、こう。あ、じゃあちょっとさ、なんか作業、編集あれば。あ、で、まあ、ちょっといろいろと、まあ、YouTube の、わからない部分あったけどね、業界的にはちょっとやっていけないことを、まあをいくつか実はやってて、はい、で、まあなんかね、こうちょっと固いのよ、うん、そんな改まってっていう感じだけど、もう終わったことは終わったし、結構まとめてきたって言ってもそんなまとまってなかったから、とりあえずそのまあリハーサルというか、もっとまとめてほしいのよ、謝罪っていうのは、うん、こういうことが悪かった、でこうしていきたい、ごめんなさいっていいと思うんだよね。だこれ僕なんだけど、あの一回これで練習でまとめてほしいなっていうところがあるね、うん、僕らこういうとこダメだった、でこうしていきたいんですよ、ごめんなさいっていうのが欲しいから、そうそうそう、多分一番釈迦が欲しいのは今回の間違いからこう何を学んでどうしていくのかっていうところを、成長してほしいからな。自分の方かな。ああ、全然じゃん。これに向かって。今回のやっぱことで、やっぱ自分たちの戻すのかっていうのが全て見えてきたっていうので、自分たちも自分たちでこういうところがやっぱ時間に間に合わないとか動画だったり、うん、そういうのもしっかり、まあ、なんか最近の悩みでもありましたし、そういう部分で自分たちの戻すのかをそういう部分で釈迦さん、こういうコラボ相手に、うん、やっぱ。硬いよ、うん、硬すぎる、うん、まあ硬いからごまで食べる。大丈夫、似てるっす。いや、あとでももうちょっと面白くしていこうよ、うん、別に動画が回ってるとかね、そういうわけじゃないけども、ただの謝罪やけど、なんか YouTuber としてのやり取りをしたいかな、はい、うん、完全プライベートだけど、なんかやり取りをしたい。なんだろうな、これ突拍子もないけど、僕変なやつと思われるかもしれないけど、謝罪は分かりましたと、で OKOK、OK OK、ってなって、うーんってなったけど、どうせなら、まあ、まあガムテープあるけども、これでちょっと面白いことやろうみたいな、なんか僕を笑かしてみてよ今ですか、うん、いいね、まあね、変な情報かもしれんけど、それぐらいラフさは欲しいね。笑ったら許すとかそういうこと。いや、まあそういう問題でもないだろうけど、なんかもう折れてんちゃうかなってちょっと思ってる。あ、やらかしちゃったから俺らもうダメかなって思ってるんかなって、正直本当に迷惑かけたなってなりました、うん、って思ってる。でもっと頑張りたいと思うんだったら、はい、多分ここで笑わせるのってダメでいけると思うから。そうですね、うん、まあ謝罪を一回置いといて、こう YouTuber として笑わせるからちょっと欲しい、ね、どう使うか自由。いや、もう自由、自由ですか、もう自由、何でもありだから、何でもありですね、うん、諦めてちゃうか、もう YouTube、 あ、俺もう俺らもうやらかしたから YouTube 無理だわって思ってんちゃうかな。まあまあ今回は分かりましたと。まあ僕がね、もう結局決めるの僕なんで、はい、僕のチャンネルなんで、まあプロデューサーもいろいろとこう、なんだろう、計らいというか、気を使っていただいたかなって今回思う。まあ結局僕らって正直結構シビアで、
そのやり取りをしてるんだけど、正直もう怒ってないのね、うん、マジでもうどうでもいいというか、まあ、ただ今後その本当に有名になってきた時に本当にやらかさないかなっていうのが心配で、はい、まあ、僕とかは散々結構やらかして、やっぱいろんな方に注意されてきたから、まあ、同じあれやね、こう経路をたどるの嫌だかなっていう感じはあるし、まあ、ただそのけじめとしてやっぱりあれやな、まあ今回の件を僕の中では、はい、あもう本当にこうなんか別に誰かに言うこともないし、ああだったこうだったっていう質問ないからここで終わりなんだけど、まあ、一応ね、まあ、誓約書というか、うん、もうしませんよっていうのを書いてもらって、うん、まあそれで、え今日ハンコ持ってきた？持ってきてない。あ持ってきてない。はい、申し訳ないです。持ってこいよ。すみません。謝罪やろうが、はい、まあいいんだけど、まあサインだけしてもらって、はい、まあ終わりという形なんだけど。はい、でもそのサインをするってことはやっぱその時間を守る、日々投稿を守るとか、はい、週4だったらやるよっていうのを意思表示としてやってほしいから、はい、でそれをこれはずっと残しとくし、はい、あのもし2人が、はい、なあもう3年後とかもう登録者数50万人とかいる時も、はい、なんかあれば提示していくから、はい、うん、ミスったら、はい、はい、じゃあということでこれにサインしてください、お願いします。これはドッキリ、うん、ごめんね、大成功ご頂戴、はい、てってれーということでね、まあ、今回ね何がどうって分かんないと思うけど、はい、怒って謝罪に来た、ごめんなさいってなってる時に、はい、いろんな無茶ぶりをしても大丈夫かなっていうドッキリだから、はい、ゲーなんですか、はい、ちょっと怒ってるのか怒ってないのか分からなくなってきました。基本的に怒ってはないですね、はい、うちらスタッフは全員怒ってません、うん、ただ今後心配だなっていうところあったんで、そこだけ直してもらえれば、はい、あままあ、今回は僕らでよかったなっていうので、カメラはあそこにあります、はい、あそこが今話したんですけど、探したしますどこなの、ね、YouTuber たるもの感がねすごいから、ちょっと僕が無茶振りし始めた時にあれってなったでしょ、ちょっとありました、でカメラを探したと、はい、ないから焦ると、はい、ということで大成功でございます、はい、どうでしたか、うん、いやまあびっくりしました。今日までの日々どうだったか、うん、謝罪に来るまで。いやもうやらかしてから、いやお腹痛いんですよ。じゃあ謝罪するよってなった時今もお腹痛いんですよ来るまでお腹痛くて思ってるでしょうね、もうピリ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 して、あんま僕前も言ってるけどドッキリは仕掛けることがなくて、仕掛けられる側だから、はい、最近ちょっとねハマってるんですよ、そうですね、これに謝ってるけど、うん、全然そうこれこれそうそうそうと思ってよう笑わんかったな、これで僕はもうずっと笑ってました、こうやって。あ、そうなんですね、誰がこんなのに謝んの、びっくりしました、なんでやろ、いや嬉しいねじゃあ最後に一人ずつ気合い入れたね、あのギャグ欲しいわ、釈迦さんからどうぞ、まあもういいよ、今日ボイトレ行ってるから、ボイトレ行ってるから、ボイトレ釈迦さんからね、じゃあ僕から行くね、じゃあ僕、うん、そうね、はい、行こう、よし、まっちょうだい、ふぅ、まっちょうだい、開いてちょうだい、こいつらバカだシャカリーズ、シャカリキシャカシャカシャカです、今後もコラボしていきますので、はい、いろいろとなんかね新しい企画とかもやっていきたいですね、はいはい、うん、これからも一緒に頑張っていきましょう、はい、頑張りましょう、はい、ということでまた見てくださいさよならです、さよならです、はい、はい、YouTuber、 ありがとうございます。シャクディー。